山川二葉明治四十二年十一月十四日は、日本の教育者。藍津藩国家老、山川茂方と藍津藩士、西郷金都市の娘、縁の間に七人兄弟の長女として出生。広志、三林、美佐子、健次郎、常盤、咲子の弟前がいる。明治元年から明治二年に行われた、母親戦争において、藍津若松城の防衛戦に参加した。 アイズハンろう、ロー、カジワラヘマと結婚したが、短期間で別れ、和子、加激ゲはニヨが養育した。加激キは、海軍軍医として、クレ海軍交渉軍医長などを務め、軍医大佐に昇進、また、創設以来の地商会会員である。明治10年より、お茶の水女子大学の前身である、女子高等師範学校に、同郷の校長、高根秀夫の紹介を受け、 寄宿社長として勤める明治19年より高等師範学校社官。明治23年に女子高等師範学校社官を拝命。明治25年より同校教諭となると、同年より社官との兼務が始まり、18位に、明治28年には高等官を発動、小8位に上される。明治36年には、制度改正により、同校生徒官を拝命し、 同年高等官後と、翌年に16位に上される。金続28年の明治37年に胃がん退官した。明治42年11月14日、全速に機関士カタルを併発し、東京市赤坂区日野基町の自宅で死去。教育に果たして功績から高等官となり、学校に勤めて12年ほど経て、 官璧を迎えると、健康が思わしくないことから体感を願い出たところ、明治37年特使をもって、16位よりに急上級、15位に寄せられた。主な執筆者の生の五十音順テレビドラマその他、発行都市順、梶原定彦警部の若年寄拝名は、慶応元年5月、同2年3月画廊拝名、明治元年8月戦没、最後他の持ちの,の老名は、 文久三年七月、同十一月五年五室、明治元年八月が老復職、同年同月山川大倉へ、堺が老拝命。ありがとうございます。